<laughs> え続きましてですね <laughs>、はい、もんんえもう一方のソングライター、はいはい、もみけんさん、まあ、歌詞の方に、ねはい、ついて「スティーンアンドライフ、はい、ちょっと皆さんに話してもらいたいなと思ってそうですねえっ、ー、とまず16「スティーンアンドライフ、うんはい、タイトルでね「ックスティーンって入ってるように、うん、その俺たちがこう音楽をまあ勇者ちょっともうちょい早いかでもまあ大体10代のさそのそれくらいの時期から音楽を始めて年代、うん、ね なんだろう、人生を支えるものになってくれてるじゃん。うん。そういうあ、音楽がね。そう、音楽が。うん、で、そういうものに対して、こう、なんだろうな、振り返って、感謝の気持ちだったりとか、えー、っとこういう道を歩んでいって、やっぱり後悔した、する場面とかもやっぱ、いくつかはあったりもして、うん、その、まあ、それは誰が、どういう道を歩いてもそうなんだけど、でもそういうのを、なんか一つ一つ、ここでね、なんか、許して、 自分を、その後悔してる自分とかも許し、たういとかね。そういう、そういうものを許して、また明日から頑張っていこうよっていうふうに、ね、なれる歌詞を書きたかったんですよ。つまり、つまり、つまり、つまりですよ。つまり、つまり。昨日の失敗も、この曲がきっと、許してくれるけど、なな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  分かってるな <laughs> うう、ね、今日10分めちゃくちゃいい流れで来てるしも19時間も頑張ってんのに、うんうん、分かるよさあということで